北京地下鉄1号線は、中華人民共和国北京市籍、影山区の黒井頭駅から、浅区の4目熊東駅までを結ぶ北京地下鉄の地下鉄路線である。1号線は、北京市街地を東西に貫く路線である。路線の正式名称は、途中の復興門駅を境に分かれており、林檎園駅復興門駅間が1号線、復興門駅4目熊東駅間がまた8線で、 あるが、運営上に線合わせて1号線と呼ばれている。地上に並行している通りは、長安街と呼ばれる、北京一のメインストリートで、西部には、市バスの337系統が、東部には、市バスの1系統などがほぼ並行して走っている。北京市街地を唯一東西に貫通する路線である、ため、長らくラッシュ時は、混雑を極め、積み残しが頻発していた。 平日日中でも混雑が著しく、天安門にし、東駅やワンフーチ駅など市中心部の多線との乗り換えになっていない駅では終日混雑し、ドルバコロ線となっている。2012年12月30日に、道路線に並行する形で六号線が開業したことにより、平日の1日平均輸送量が8.46%減少したが、それでもラッシュ時は混雑する。なお、 高井駅、福寿霊駅は一般開放されておらず、地下鉄等の関係者専用列車が一日数往復のみ乗り入れている。地上駅の黒い頭駅は利用不能の状態ですでに廃駅となった。これらの駅の詳細は不明な点が多い。いずれも6両編成である。1999年に導入された。 DKZ4 型31編成186両は非冷房車であり乗客に不評であった。車両の対応年数に達していないため冷房の取り付けを順次行い2012年に完了した。Wikimedia Commons には北京地下鉄1号線に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。